話し合う前に一つ確認しておきたいんだけどよ。何かしら。分かってないんだけどさ、なんで賞賛票の1位が綾小路だことがあるの。待てよ、俺たちは綾小路に説明してほしいんだよ。分からん。分からねえってことはねえだろ。綾小路くんには答えられないと思う。どういうことだよ。山内くんの言葉を覚えているかしら。賞賛票を入れるって、こんな裏切り許されたらいいんですか。破滅させると見せて裏切った。だからなんで綾小路なんだよ。よかったのでしょうね。けどよ、そりゃ鈴音の想像だろ。そう、私であるべきだわ。山内くんが退学になった最大の原因は、今回の特別試験、俺が司令塔に立候補してもいいか人柱になることで、その疑念を払拭したい。綾小路、綾小路くんの指揮で他のクラスと戦うの。一応立候補。退学のリスクを背負える人間は誰もいないと思うわ、私自身も含めてね。やはり各クラスプロテクトポイント所持者を司令塔に。あ、残り物には服があると言いますし、私は最後で構いません。残念。 D クラスは B クラスとの対決を希望します。よろしくね。ポイントを狙いたいですが、 A クラスと戦うのは今は避けたいですからね。この結果は当然だ。一ノ瀬と石崎には A クラスとの対戦を俺たちに譲るように。